広い世界で自然に囲まれながらできるのはなかなかない機会なので、のびのびと夏を演じたいと思います。来年4月1日月曜日から始まる朝ドラ、夏空のヒロイン、奥原が夏を演じる広瀬すずが舞台となる北海道で意気込みを熱弁。同ドラマは朝ドラ100作目の作品。戦争で両親を思う北少女奥原夏が義母柴田富、獅子松島奈々子と義父竹尾藤木直人に引き取られ北海道の自然と優しい人々に囲まれたくましく育ち、やがてアニメーションの世界に魅せられ、挑戦していく物語だ。取材が行われ、19日は、広瀬の20歳の誕生日ということで、現場にはサプライズで、牧場、ケーキが登場。20歳最初の作品が、夏空で、すごく幸せです。新たシースタートだと思うので、負けないで。皆さんの力を借りながら、